どうもおはないってことで、今日ですね、明日試合があるんですけど、今日はその、サンフレッチェ広島の、前日練習を、見に行きたいと思います。その前日練習はですね、エディオンスタジアムであるので、今から早速、エディオンスタジアムまで行きたいと思います。では行きます。ただいまエディオンスタジアムに着きました。ちょっと練習メインはちょっとお伝えできないので、ちょっと、今から中に入って見ていこうと思います。頑張ってください。お疲れ様です。頑張ってください。頑張ってください。頑張ってください。いいね、やっぱり影響力。いいな。はい、家に帰ってきてですね、まあ、あの今日のねサンフレッチェの、選手の感想を言いますと、まあ、非常にあのリラックスして練習しているなと。まあ、今日はちょっとね、まあ、調整だったんですけど、まあ、でもあの選手たちはあの、まあ、明日の川崎戦は緊張することなく、まあ、ちょっと調整できてたんじゃないかと思います。で、まあ、宮崎選手にユニフォームを掲げたんですが、まあ、あの走ってる最中に手を振ってもらって、はい、とても嬉しかったです、その時は。はい、ということで、明日の川崎戦絶対勝ち点3バイトに行きましょう。そして、ケイゴンさん、勝ち点3お願いします。勝ち点3取ってね明日、来週の浦和レッズ、ルヴァンに、つなげていけたらと思います。ではまた、チャンネル登録よろしく。行こうぜ。